お待たせ。今日はちょっと暖かかったから春っぽい服装にしてみたの。似合うかしら。ありがとう。春になると明るい色や淡くて優しい色が着たくなるのよね。クリーム色と白だけじゃなくてピンクもアクセントに入れてみたの。桜色っぽいスカートも春らしくていいでしょ。明るい色のお洋服を着ると街を歩くのが楽しくなっちゃうわね。それにしても本当にいいお天気。こんな日は遠くまで出かけたくなるわよね。いつもと違う街並みをあなたと歩いてみたいな。どこにお出かけするのがいいかしら。あなたはどこに行ってみたい？海外か。思い切って遠くの国っていうのも面白そう。海外に行くならイタリアに行ってみたいな。石畳の街もとっても素敵だし、イタリアの音楽やオペラにも興味があるの。教会で賛美歌を聴くのもいい経験になりそうよね。もしイタリアに行ったらいろいろな教会を回ってみたいな。ベネチアにサンタマリア・デッラ・サルーテ聖堂って真っ白な大理石がとても綺麗な建物があるのよ。運河の水の色とのコントラストがすごく綺麗みたい。ゴンドラに乗ってヨウちゃんやチカちゃんと見られたらうっとりしちゃいそうね。想像してみたら楽しくなってきちゃった。今すぐには行けないけど、あなたとお店でジェラートを食べたりできたらいいな。